久保さんいや、ビリーでも自由っていいっすね。<laughs> いや、僕もですね、今日ね、早く起きましたね。僕、9時に起きて。9時早いんですよ、僕の中で。<laughs> 9時に起きたことあんまないんで7時とか。て <laughs> か、7時とか9時とか8時とかないっすね、大体。で、今日目覚めまして、まあ、最近、2日連続筋トレしたので、さすがにあの体力が持たなくて。 あの、多分ね、熟睡できるんでしょうね <laughs>、まあ。筋肉を回復しないといけないから、死んだように寝,寝て、熟睡できましたね。はい。で、何の話かっていうと、まあ、あの、多分ね、あの、自由,自由に生きる。まあ、もちろんその収入面以外の部分ですね。収入に関しては、ぶっちゃけ言うと、お金稼げば、 いいだけの話なんですよでも多くの人はそれ稼ぎ方が分かりませんとかいろいろごたごた言うんですけどいやそれはあの申し訳ないですけど今 YouTube でもいっぱい載ってるしあのやり方なんかやり方が分かりませんっていう人は論外ですねうんじゃあそれを置いといてあのなんだろう収入以外の部分ですよねな本当の幸せ本当の自由って何かっていうと多分僕は自分に素直に生きるっていうところだと思うんですよ よく、あの、朝起きは三門の徳ってあるじゃないですか。で、朝起きすると徳があるよとかね。朝起きした方がいいよとか。まあ、いろいろあると思うんですよ。まあ、そういう言葉って、昔から。で、僕ね、あの、ぶっちゃけもう完全に夜型なんですよね。うん、でも夜型でも全然いいんですよね。<laughs> うん。そう。だって、あの、深海、あ、これね、 お客さんからも言われたことあるかな。いや、深海魚いますよっていう。深海魚ってずっと暗いところで生きてますよみたいな。で、夜行性の動物もいるし、別に自由じゃないですか。夜行性の動物もいれば、昼間活動する動物もいれば、あの、昆虫もね、夜動く昆虫もいれば、深海魚でずっと暗い,いところで住んでるとこ、生物もいれば、なんでその決められた、あの、あ朝早く起きないといけないとかね。 あのこの時間に寝ないといけないとか、この時間に起きないといけないとか、いや別に自分のライフスタイルでいいんじゃないかなっていう、だから多くの人はなんかその自分に素直じゃない、まあちょっと、起きるとかね、寝るとかに関してはお仕事ある方はね、あのそれちょっとむ難しいかもしれないですけど、あの、なんだ、なんかその自分に素直になるっていうところが本当の自由なんじゃないかなと、自分はこうしたいんだけど、こうできないっていうところにストレスがたまる。 うん、でもそれが結構な割合で結構お金の問題が絡んでくるんでお金稼ぎましょうって話なんですよだから自分の気持ちに素直に生きるためには結構まあまあお金が絡んでくることが多いんですよだから今のは寝,寝るとかね起きることに関しても会社がねこの時間に出社しろってなってたら、まあ、そんなの関係なく起きないといけないじゃないですかじゃあそれなんで会社に行かないといけないのかっていうともうお金の問題ですよね単純に。 だから、その、自分に素直に生きるっていうことは、まずお金の問題をクリアしない限りやっぱきついかなっていうところはあるんですけど、ただ、お金の問題がクリアできなかったとしても、多分ね、久保さんとかはね、多分、なんか心の自由はあったと思うんですね。うん。なんで心の久保さんは心の自由があったかっていうと、なんかあの、借金増えても、別にあの、生きていけるわ、っつってね。 キャバクラ行きまくるみたいな、それでも。ね。<laughs> まあそういう話前にしてましたけど、多分自由に生きてたと思うんですよ。うん、でも自由に生きすぎて、ちょっとあの破天荒になりすぎたっていうね、そういう部分はあると思いますけど、でも、じゃあその時に、久保さんが不幸せだったのかっていうと、多分、まあ幸せだったんじゃないですかね。まあそれは久保さんしかわかんないですけど、なんか、我慢して、 あのー、生きてたわけでもなく自由に自分の感情自分の気持ちに素直に生きてたんじゃないかなっていうただはっと気づいてあ俺ちょっとやりすぎたなみたいな多分あこれちょっと俺やりすぎてるぞと <laughs> いうことに気づいてちょっと金稼がんとあかんなっつってじゃあどうやって稼ごうっつってネットに入ってきたんだと思いますけど多分久保さん気づいたんでしょうね <laughs> そうだから自由に生きるって多分本当に自分に素直に生きられるかっていう でも、素直に生きると、生きづらい世の中だったりとか、まあ、物理的に生きれなかったりとかするので、まあ、ここのさじ加減ですね。うん、そう、だからこれ、本当の自由って、自分の素直、自分のこうしたいと思う素直な気持ちが満たされているっていうのは自由だと思います。今日僕ね、あの、天気、久しぶりに天気いいんで、ちょっとドライブ、久保さんしてくるんで、ドライブね <laughs>。ドライブしてきますよ、R34 とね、久しぶりに。 ねえ、<laughs> 自由っすね。<laughs> そう。じゃあ、宮崎行ってこようかなと。ちょっと遠出してきます。うん。宮崎のね、あの、下道の海沿いめっちゃいいんすよ。めちゃくちゃいいっすね。あれやばいっすね。<laughs> ちょっとあそこ行ってきますよ。うん。ちょっと撮影道具持ってって。うん。まあ、ということでね、自由晴れたらどっ、なんかね、自由っすね。 いってらっしゃい。